音なん、え、待って、何も聞こえない。おいっす、どうも、キャラマツです。今回もポケットモンスターソードやっていくわけなんだけど、いや、ちょっとさっきヘッドホンつけてなくて何も聞こえなかった。前回俺のね、ピーターが進化してめっちゃグレちゃったと。で、今んとこ、まあ、みんなが進化していって順調に、メソランドももうちょっとで最終進化しそうだけど、そしてエンジンシティで炎タイプの使い、炎タイプのジムトレーナーと戦うっていうね。で、ホップがいると。シャナーキャノマソーデ、俺は炎は早くね、炎のバッジをバッチリ受け取ったぞ。早いなお前、さすがお前の男、炎のカブさん。そうだ、カブだ。俺の最強メンバーでも大変な試合になったぞ。最強、まあ炎だからね。キャノマソーデ、お前なら燃えるカブさんになってたら勝てるぞ。水タイプだから勝てるけどね俺。で、ちょっとパチクリは入れ替えじゃない、ポケモン入れ替えでメソランドにして、今回メソランドぬるゲーになっちゃうけど、今回まあいい、まあいいよね。あれ、お前あっちに行ったよね。うん、カブさんとの勝負燃えたぞ。お前さっきあっち側にいたのにこっちにいんのかよ。ジムチャレンジャー、よくぞ参られた。ジムチャレンジャー厳しく、カブさんに挑むものは少ないが、早速手続きをしますか。うん、あー待って、これでいいから、もういいか、もうこのまま行くか。ジムチャレンジに挑むなら、ジムチャレンジに挑むならばユニフォームに着替えていただこう。さあ、またユニフォームだよ。また半ズボンじゃん。ほなのジミッションは一味違います。さあどうぞ。一味違うって言っても俺水タイプだから、ね、かっこいいなロゴ、あれかな、カブトかな、なんかの、うん、そう、うん、これのやつがわかんねえな。ジミッションが炎ポケモンジムでのジムミッションは、めっちゃ噛んだわ。ポケモン捕獲で多くのポイントを稼ぐのです。捕獲 ?5 ポイント稼ぐとクリアです。それポケモンは草むらにいるポケモンを倒すと1ポイント、捕まえたら2ポイントになります。ただしポケモンとの勝負には他のトレーナーも一緒です。さらに相手が何をするのか考えつつベストなアクションでポイントを稼ぐのですよ。ジムミッションスタート。え、でも全員倒せばよくね。やらや、それポケモン取れないか気にしないぜ。じゃあこれってさ、捕まえたら、あ、お前嘘、余計なものいるわ。俺ネストボール使えば俺も多分捕まえられると思うけど、まあ、自分の方がレベル高いから全然。よっしゃ、でまず2ポイントでしょう。キャノマソーデ選手2ポイント獲得。おお、俺よりも強いぜ。あ、ボックス開けねえんだ。うん、はい。あ、なんかいる。あれ、ヤクデ、これ新しいポケモンだよね。これは捕まえたいな。捕まえたな絶対。はい、え、マジか。あ、俺が食らったぞ。え、待って、お前ちょっと待って、一回お前ちょっと悪いな。ちょっと今こいつ攻撃したことが俺分かったから、ちょっとやば、仲間が攻撃してくるのかよ、意思的に仲間のやつが。その諸事情によりすぐ倒したけど、飯食え、無駄に食らうな。はたく、あ、やべ、間違えた。やっちゃったー、さっき捕まえられたのに。あ、人も知らな、これ人も知
確か、あ、ほんまいつ捕まえた。人増しをスーパーボールカチャカチャやってみる。あ、待って、捕まえるよこれ。捕まえ、もう一緒に捕まるわ。え、腕の疲れがやばい。オッケー、人増し、人増し捕まえたぜ。だって、ちょっと待って、やばいよ、やばい俺。はい、老人、よし、あと1ポイント。これ捕まえられなかったから、ちょっと待って、あ、俺指の限界が。部活終わった後すぐこれ動画撮ってるからさ、すげえ疲れてる。薬で炎と虫、体に溜めた可燃ガスで発熱、特にお腹の黄色い部分が熱いだろうな。あ、待って待って、間違えた間違えた、ホットドッグになってた。ホットドッグってつけようとしてたの。ミッションクリアおめでとう。さあクリアした。カブさんのジムミッションクリアするなんて熱い。次はホナのジムリーダーカブさんだ。いけチャレンジャー。ああもうもう早いね切り替えが。ちょっと メソランドがもう死にかけちゃってる。オッケー、もうメソランド水だからもう前回に引き続き倒しちゃうけど、相性がよ、あ、横にいた。横にいんのかい。いやー、うん、独特な走りだな。ランドセルでも背負ってんのかお前は。何も動じねえな俺。エンジン指定あれだったんだ、炎のジムリーダーのいるところなんだ。ようこそ、僕が炎タイプのジムリーダーカブだ。草タイプの野郎、水タイプのリリダを退け、よくぞここまで来たものだ。どのトレーナーもどのポケモンを勝つためにトレーニングしているだろう。だが戦う相手も同じように努力している。勝負の分かれ目は本番でどれだけ実力を出せるかだ。いや、ここかっこよくね、ジムのエリア。来た、覇王色持ってそう、ワンピースの。野球野球球根。じゃあもうちょっと待って、肩が痛い。もうダイマックスして、よっしょ、だい、うん、変わってない。ちょっと3、後ほど3体だから3体全員倒しちゃう。いけ、出てこい。メソランド、メソランドレベル31。水大ストリーム、このでっかいやつ投げてるからね。これもう消化してるだろ、炎。雨声、雨乞いじゃん。レベル、ネリギガンテレベル30。ウィンディ、ウィンディね、昔好きだったんだよね。え、待って、俺水の威嚇めっちゃやばくね。え、水の威嚇だね、水の威力や。アイテムも装備してるし、これが降ってるし、これ勝ったやん。で、多分カブが出すのはヤクデが進化したあれだよね、進化したポケモンだよね、丸ヤクデ。絶対強い。カブよ、頭を燃やせ、動かせ。
打てる道筋を最後まで読めなかった。わあ、出た出た。最後の一体になるとなんか後ろの感染が丸焼けで燃え盛れ、巨大マックスで姿も変えろ、姿も変わる。かえ、待って、かっこいい。え、ちょっとかっこいい。え、ドラゴンじゃん。やば。え、待って、メソランドより超かっこいい。ちょっと待ってね、一発で倒すね。ちょっと技見たかったな。綺麗に爆発しちゃったな。申し訳ないことしたな。ウソランドレベル32。ジムリーダーの兜の勝負に勝った。いいポケモン、いいトレーナーだ。君たちは勝って当然だよ。相性がね、うん、相性だわ。ジムチャレンジ初めの関門を、関門と呼ばれるこの壁に勝つとは、僕の長年の経験を君の才能が上回ったな。僕もまだまだいとね、不利だからね。君たちは間違いなく最高のチームになる。今日は戦えてよかったよ。僕に勝った証として炎バッジを送ろう。これさ、サレノリ選んでるやつ結構辛いんじゃね。どこどこ、もうすごい微妙な位置だね。これ落ちないの。あ、レベル35、やった。シュシャクリはダイマックスによって僕たちのポケモン勝負はガラル地方の文化となった。そして文化を担うだ、そうだ、思い出せなかった。担うのは若いトレーナーの役目だよ。もっともただ守るのではなく、君たちのより良いものにするんだ。僕たち大人は支えるから。大人か。ポップがケロマ掃除、お前とジメレオンたちなら大丈夫と分かっていても試合はドキドキしたぞ。大丈夫って分かってるよね。うん、これはケロマ掃除さん、あなたもジムチャレンジャーとして草、水、炎のジムバッジを見事に集めました。最初の御三家だからね。記念にこちらの技マシンももらってください。見たことねえな、鬼火。使っ、一回俺多分技出してた。今回相手カウさんが着てると同じデザインのユニフォームをどうぞ。炎じゃないしな俺。それだけの実力があればナックルシティより先で待つジムリーダーにも挑めるでしょう。再びワイルドエリアに降り立ち、ナックルシティへ向かうのです。あそこだよね、絶対。バッジを持っている俺たちならワイルドエリアの奥にいる。強い強いポケモンも平気だよな。よーし、ワイルドエリアに向かうぞ。もしこれでもうあっちのなんだっけ、炎のバッジが必要ですって言ってたやつがもう行けるようになったと。イベント、あ、一緒に行くんだ。ん？ケロマ掃除、行くぞ。あ、一緒に行こう、行動するのね。あれ？あれ、カブ、ジムリーダーなのにわざわざ見送り？俺がチャンピオンになるってカブさんにはわかるんだな。ジムバッジを3個も集められずにジムチャレンジを諦める。トレーナーは数多くいる。だから僕に勝った者はみんな見送ることにしているよ。あらまあ、いい人じゃん。うん。いたんだ、3人も。あと2人も。間に合った。空飛ぶタクシーも様々だよ。今日は掃除にホップ。おめでとう。カブさんに勝つなんてすごいよ。カブさんからジムバッジをもらえるジムチャレンジャーは少ないんだ。だから応援の意味でみんな見送りをするんだな。ということで、君たちに声援を送ろう。すごいことだからな。いけいけホップ。やれやれケロマ掃除。キャラ濃い3人だな。君たちを待ち構えるジムリーダーは強者揃いだ。だが君たちなら勝ち抜ける。ポケモンを信じて突き進め。俺これ見てると鬼滅の刃出てくるんだけど。
柱じゃん。ガウさんたちサンキュー。2人で決勝戦をするために俺たちガンガン勝ち続けるぞ。皆さんナックルシティ頑張ろうぜ。キャラマン掃除ドラゴンかな。ナックルだったら地面かな。ああもう勝手に外出られるっていう、俺の意思はか、まあ、なくて。ワイルドエリア俺が強くなってもらってきたぞ。キャラマン掃除ナックルシティはあっちだ、あの橋でしょ。これは裏で行ったことあるけど行けないって言われたから、ワイルドエリアはまっすぐ突っ切るのもありだけど、ジムバッジを持ってる俺らは以前よりも強いポケモンを捕まえることができるんだぞ。もうよし決めたぞ。すごいポケモン仲間にして伝説の1ページに増やすぞ。無駄なことはよしなさい。あ、3人揃った。どうせジムチャレンジも突破できないのですから。あなたたちも推薦するだなんて、チャンピオンもどうかしていますね。お前、俺に負けたくせに。そっちのホップ君に至ってはまともにボールも投げられないし。分かってないな。俺の投げ方は最強だし、兄貴は世界一のチャンピオン。バカにするなよ。やれやれですよ。あちらで勝負をしてあげます。そうすればあなたがどれほど弱いのかはっきりと分かるよね。分かる？よく言うぜ。お前第2鉱山でキャラマ掃除に負けてるくせに言ってやれつまりだぜ、キャラマ掃除のライバルである俺にも勝てないぞ。キャラマ掃除だのチャンピオンだの、あなたの強さ見せてくださいよ。え、だから勝負で教えてやるぞ。じゃあなキャラマ掃除、ナックルシティで会おうぜ。え、俺置いてくるの？